ド派手なプレースタイルとは裏腹に、ピッチの外では寡黙なことで知られる久保ですが、試合後のインタビューでは、良かったです。まあまあです。よくわかんないっす。としか言いません。インタビュアー泣かせにも程があります。ちなみに家でも、飯、牛乳、リモコンとしか言わないそうです。また若き日に、将来の夢は?と聞かれ、多くの人がサッカー選手やワールドカップ出場などの回答を期待する中、久保の回答はまさかのトラックの運転手。さらに、日本代表に招集された際、困惑した表情で、俺、町内会の集会に出ないと、と言ったり、21世紀になる前、2002年ワールドカップ代表への意欲を聞かれた際、1999年に世界の終わりが来るので、そんな先のことは、と回答したそうです。もはや異次元の回答。そんな数々の異次元な回答をしてきた久保ですが、後に、言ったことはすぐ忘れるから、と、ほとんど記憶に残っていないそうです。久保の数々の異次元の発言と豪快なゴールは、多くのファンの記憶に刻まれたことでしょう。